はい、2023年10月10日になりましたで、体育の日ではないんかな、運動会あれだよね、土曜日とかでね、絶好調だったのは。なんで知ったの？いや、ちょっとママさん情報ですよ。前何それと話があるじゃないの、ね、違う、お前運動会見に行って夜のなんだそれ以上喋るなよ。お前バカだ、夜の運動会とか言うとしたの、もう本当人生ゴミくず野郎かということで。なんかショップと変わっとんね、ついにあなたアップデートしました。今までなんかあれじゃない、なんかあんた脱獄しとったみたいなことしとんじゃないの、そんなことないよってことで。あれだろ、福引き危険でアップデートしたんだろ、イエス。あれだろ、2週目があるからあの潜入調査してやるだろうイエスということで、まあそんなこと後で喋る。めっちゃ対戦数少なくない、なんか今日どうしたの、雨降っとるで。あの英検準一級のさ、デタタン買っちゃってさ、あれだろ、今日漫画の本買うのよ、あのやめてあれ買ったんだろ、そんなことないよ、そんな1000円ぐらいなんだ、そう1000円あると漫画の本2冊今買えんね、1冊だね、1冊ちょっと高なっとるもんね今ね、500円、やっぱそういうケチだね、ケチだね意外と。ということで26の18、なそんなあれだよね、なんか再生してないでしょ。ということで今日はあの新ルールをお試ししましょうということで、福引きで使えそうな短縮までちょっとやるってやったら、先生短縮のやつだよ、あの一緒の時ゴボッとはまったよ、モンポス2回シャクシャクった発動し、ちょっと考えようかなと思って時間切れだった。まああれだろう、まあいいや、とりあえず行きましょうってことなんですけど、あれこれ違う、いろいろあります、まあ遊びましょうって、カニはいいわ、うん、カニはついの分かっとるで、はい、どれだった。でもね、この CR の方の仮ね、地味に動くよ。まあ、いろいろ一個ずつ行きましょう。2枠でこれ 1200×4 か。これね、ちょっと、書店マロシャンいますが、生き延びた時のね、立ち回りもらってね、あれで、パレンケ壊したよ。そうだよね、1200×4、単純に1250台でいかんか、4で、まあ、5000か。そうだね、5000。の4回攻撃2万。壊すわな。うん。もうめんどくせえで回しとんだろう、これ。あ、そういえばこのちょっとなんて言うんだろう。ちょっとじゃないけど、強調はすごいしとるけどさ、わかりやすくなったって思っとんの、お前あれだろう。なんだ。なんだ。What's removed?誰なんだ、誰なんだこれ。まあそんなことはいいわ。何言おうとした、何言おうとした。そう1200だ。あ、ちょっと待った。あ、しまった、これ構うじゃねえんだ、ごめん、しまった、ごめん、しまった、これ構うじゃねえんだ、ごめん、しまった、顔が似とるもんでさ、いやだって目元が似とったもんで、ごめん、しまった、ごめん、ほんとごめん、しまった、間違えた、カバーだと思って使わんと思ったらしまった、ごめん、これデッキ違うわ、普通の大変やつだね、ごめん、これしまった、ごめん、しまったわ、ごめん、これしまった、デッキあれだった、せっかくあれだったのに、ごめん、2はあれだけどさ、そっち行ったで、俺こっち行くわ、うん、しまった、
みさん。完全あれだった。すごいこの違うぐらい試合だなこれ。あれ後ろコーラだろ多分。しまった。Blah blah blah on the way to expansion work on Kasuchi Station has started this week is good news for local residents. Whatever. That. Better. Although. しまった。これ使わんっていう手もあるんだけどな。火力的に全員少ないからさ。しまった。ちょっとこれちょっとこれもう一回だけなんですね。しまった。Blah blah blah. You failed the test. You may have to repeat the year. Because, since, if, unless. しまった。Since. あれ完全しくったわ。いやもう絶対水が入ってるこっちとしとこうか。これとこれ。うん。これがこっち行ったらだったら。うん。そこはもう無視しとけ。それは倒せんに、ほかとけ、そんなやつは。いや、そんなとこ行かんでいいよ、俺が倒せるんだよ。あれは倒せんの、どう考えたって。あれだと多分怪しいだろうな。一回あれか。私に絶対合わせなかったんだけど、親父もちょっと怪しくねえか。製造2回かかっとって。製造2回になるか。何だったな。ごめん。すいません。ごめん。風にあれだった。風間違えちゃった。ね。ごめん。やる。どうも。ごめん。あのあれ忘れとった。ほんでもうちょっとこれをあれか。そうだ顔がさ、お前カニが似とるもんでさ、あのあれなんだわ。カニだと思ったもんずっと。顔を覚えとこう。申し訳ないことしたな思ってる。うん、いや言いたい意味はわかる。ごめん本当に。いやそれ悪いと思っとる。対面によってあれだけどさ、うん、一個ずつ変えていくわ、うん、あお前変なとこ押しちゃった。遅延点押しちゃった。英語のとこ押しちゃった。ちょっと待った、こっち押そうとしたのに。またちぐはぐだね。まあそういうなということで。ごめん、ほんと。え、先生謝るわ。ごめん。うん。こうか。English is the official language of Optimus Incorporated. Blah blah blah, its employees are all Japanese. Though, dislike, because, due to. あっちの借りはちょっとあれでね、旧制靴だとあの、イタチで届くときあった。うん。全員あれだな。俺が先行ったのか。俺が先行ったのか。ちょっと待てよ。多分ニューに飛ぶだろう。ニューに飛んで。うん。逆飛びやがった。さすが先生見とったな。さすが見とったな先生。Mario was annoyed that newly hired employees did not show enough respect to blah blah blah. She, herself, her, hers.
これはきついな、耐久高いしな、50% あるしな。いやいいけど、それはいいんだけど、それは全然使ってくれて、そんなことは気にせずに。お互いに残っとる方だけど、ゼネコンはちょっと硬いわ。50% なかったらいけたな。私がもらっとくわ。こっちやるか、いけるかどうか。50入るでな。そっち行っといて。じゃあ、それはいいぞ。もうそこ絶対残るでいい。問題はあれがいけるかどうか。イハトが下げてほしいけど、できれば。あっちじゃなくて、逆だな。あれ落とすと星来るとあれなんだわ。出てくるの分かっとるでさ。あっち星来ってかんだわ。ごめん。あれ、あっち星来ってかんだわ。いや、知っとるでね、構成を。押してかんと、押してか。カバーを先に押すと多分あっち飛ぶんだわ、これって。先押したいんだけどさ。押したいんだよ。これやばい、言ってもどっちにしろあれだよな。バチ行くは行くよ。一応は行くけど、無理だよ。無理だと分かっとる。耐久値は計算してないけど、結構ある。私も似たようなことやってるからさ。あれは無理だぜ。そうだな、ああやってやってるうちに音痴がいいあれ出してくるんだよな、そうそうな。もういい、いいあれ出すと思うよ。火力のあるメンツじゃないけど。でしょう。さあここだな。ギガトのカウントがゴリやっとるな。さあ3人やれたらクラブでな。次私もポストでやれたら全部持って帰るな。違う、あっちか。You should compare blah 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 kinds of credit cards and find the best one for your needs. Various. そこだでいいや。そこだけだでいいわ。もう行くしかないね、これは。何この不毛の戦い。6とかあれだって。これ後ろだり。に、あれか。後ろ出したいですでしょ、多分。あ、そうか。これは守るか。後ろなんだろう。これでも気がどいんじゃない、あっちも多分。10 sleeping more than 10 hours may result blah 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 poor quality of sleep in from on to
際どいあれだったな。なんか泥試合だな。ありがとうございました。そんで親友の、いや顔に撮るもんでも言い訳でさせてよ、ごめんなさい。先生2回バレたね、本当にごめんなさいね、本当に。誰これ作ってありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい。ということで、あの、あんまやりすぎかにはほかっといて、ここら辺を使ったあれか、場合は1個ずつ行こう。上から行く、上から行く、ちょっと待って。ここら辺からもう順番に行こう。うん。順番に行けるだろう、多分。英語。英語って言うとなんかあんまあれなさ。まあ、まあ、当たり前ってことだけど、最後にまた喋るんだろう。で、ぶっちゃけてあれじゃないけど、やっぱり、あの、福引きのよりはさ、カニの方が。うん。今日のレギュラーだったらこれかなと思って。1200、まあでも、水風で2枠で風で売ってこうっていうのもなんかあれだろうな。コスト23、まあ田島考え、私が言っとくよ、それは。それは言っとくし、私が。いや、そのためにこれ使っとんだね。いや、出なきゃあれだって。で、私先行った方がいいだろう。こっちの方がいいだろう。うん。いや、そっちの方がいい。音痴だ、中継で。いや、いいよ。あの、あっち行くで。風だでいいもん。風は引っかからんで。ごめん。いや、打てるだろう、要請。あ、そうか。そうか、そうだ、そうだ。あれ忘れとった。ゆきちゃん忘れとった。5398、多分高めだったと思う。ごめん。すごいとこに入れとるな、あれだ。私当然先に行った方がいいだ。鍋押しとんの、お前。うん、パレンケだけじゃちょっと怖いだろうな。あれが俺で。こっち火がおらんで、誰も。どっちにしろ行かなかんね。これサメさん行ってまったら本当は彼が受けたんだよ、実は多分。あいつ風邪ひいてんだもんな。私が逆に言うもらったるわ。うん、そうだね。いいよ、私が落ちとくわ。あー、やめとくか。押しちゃった。しまった、操作やったんだ。お前ほんとあれだな。すごいメンバーだ。え、ザリこれ。あの、遅延クラウドで使った方がいいんじゃないか。うん。カウント1で取るよ、マイナス1で。マイナス1だから。あれ、ちょっと待った。ちょっと待って、そこでいなくならんでよ。そこでいなくならんでよ。押せんかったかや。ちょっと待って、これはいいわ。それはこれも絶対使わんけど、これ何、水とあれ両方ダブルカッターが90と77。さっきの押したかったな。あれめっちゃ入らんな。
雑誌先をしとくわ。あいつ止めやがるだろう。風はもう一旦あるでな、水はここで切れるけど、あれが入るでまだいいだろう多分。うん、ほんで痛みがけだな。あれが酔ったらよかったな。ばあさんが酔ったで、ばあさんじゃなかったらつんどったね。親父でもちょっと怪しくね、カット入っとると怪しいわ。ばあさんだでよかった。うん、ここでも私が責任持って言っとくよ。ほい。ほい。なんで聞きましょう、お前。本当は、なんだ、D なんとか、D なんとか、いや、カタカナ難しいぞ。さっきのごめんなさいで元ならありがとうございました。うん。本当に、風顔似とるもん。いや、今日あっちの管理使ったの初めてだもん。ごめん。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。うん、私的にはでもこんな構成でもあれかなって。落としてって、ニューとかで軽くポンポンいって、みたいな。これ逆になんか風攻めみたいな。うん。風攻めじゃなくて、あの、風をカットさせたみたいな。うまくいくときはあれだけど、なかなかあれかな。4から後ろって結局なんだろう。単体でかばうより、どっちかって3しか捨てれんわな。を、何、引き継ぎとかなんかにしていった方が、っていうかなんだろう。あの、4を引き継いで5でかばうと、ある程度の計算って見えますが、風かなんか水特攻とか、ああいうなんだろう、白虎とかさ、なんだこれ全然今後や。ああいうのが来るとあかんよね。やられるとなので、あの、ハンコとか。だけど、これみたいなやつ、デッキ出てないとかんけど、京子先生となんてあれ、ケネズ引き継いとるんか。あれだとなんて言うんだろう、あの、見えんもん、展開が。カット入れて、さっきの相手もそうでしたが、そこであと後ろから誰何が出てくるかどうかとか、蘇生が出てくるかとか、なんかそんなような感じ。今30分、なんか人の集まりあれだね。あ、世間的に言うと今日があれか、連休最後ってこと。運動会あれだよね。さあ雨だもん。それは普通の人はもうあれだろう、幼稚園とかそんな段取りしとるだろう。まあ、どうしたの急にそんなこと言って。そういう話題はあれだろう、覚えとくと、何、話のネタになるで、お前のどういう友好関係なの、周りは。周りの人たちは。なんでそんなやたらなんかママに媚び打っとんの、お前。ママってお前のもんじゃないぞ。人のもんだぞ、お前。ちょっと先生に本当お詫びしなあかんな。ほんと申し訳ないな、そう思っとるわ。いや、なぜ、仮をあれでさ、言っとるんかなと思って。私が、仮を勘違いしとったもんね。あれなんだあれ。使ってもしょうがねえんだな。そうだな。いや、これオートスキルに押してくれるもんでさ。もう上から砕くしかないんかな、これ。あっち行ったでよかったな。エソナパワーで。どっち行く？そっち行くならやめとこう。そっち行くならって言うんだけど、ちょっと待って。実は私の方が耐久あるんだよ。うん。で、ほんとそうだね、これ。2000、3000ぐらい約。あ、違う、これ違う、これ違うわ。違う、こっちの借り違うわ。お前もう混同しとるだろう、なんか。うん？置いとくか。置いとく、どっちでもいいよ。
これどっちまだ CR のカニかお前覚えてないんじゃないの。耐久 D がこれ1万3000のことだ。ごめん勘違いしちゃった。確かそうだったかな。ちょっとどっちだったろう。何この火力のなさ。何これ相手パレンケならよかったんだけどね。ゼネコンだよ積むね。で負けになんかシュルシュルシュルと回復しとるで。あれ赤いやつやで。あれ姫路あのあれじゃないの多分相手狙いじゃないの。全部こんな風だもんな。ここら辺だよな。まあ、ここは飛ぶでいいけど。うん、風攻めでどうかなと思ったけど、でも難しいね。うまくいくときはなんか風だけでもうまーくカットしていくと。全員を均一になんか、80%、これで77%か、あたりのカットをつなげていくと、難しいな、なんか。うん、風の蘇生は入るんだな。そういえば見たけどさ、あのあれ、あの漢字読めんやつ、私が下げっとる。あれ引き継ぎの何だったかな、なんか、あすこさんか。コーラ砕いとったね、普通に。今日本当になんか殺意ある構成がめちゃくちゃ多いな。うん、多い。ここら辺だな。な、何、ハンコ引き継ぎのなんかとか、最後にあのあいつ、餃子、肉合うかなんかとか、ありがとうございました、ということで。これのがちょっと私的に、やっぱああいう風になんかなんでだろう、変わってて、ニューとか使って落としてった方がありがとうございました、ということで。ありがとうございました。頑張れ。ありがとうございました。じゃんじゃん行きましょう、34。ちょっと待ってよ。どれ使っとるかもわからなくなってくる。僕顔がだってさ、これ20の方だな。こうやってなんか、あれだな。使い分けちゃうとわからん。あれ20の方だ。これ1万3000の方だな。でもね、意外と使い勝手は悪くない。田島2発だからスキル分か。プラスアルファ何かぐらいか。たまにでもイナフ使ってくるのもな。イケイケどんどん構成は最後も蘇生無視して本当あれだもんね。モンポスじゃなくてコーラ殴りに来とるもんね。うん、今日は本当人数あれだな。全部いけるか、まあ、あのあれだと2枠の管理だけはやらんでいいわ。あれはやってない。あれはやりすぎ感あると思う多分。うん、もうこれ後で言おうとかなと思ったんですけど、当たり前だけど補正ユルってコスト対耐久値が既存のユルが高いですからね。そりゃそうだな、補正入ってんの 1.5 倍になっとんだで。パレンケだってそうだよね。あんなも補正入ったらあのカチコチになって、あの頃とやれて、確かあれって歌舞伎おった、水風のパレンケなんかもう3枠停滞ゾーンになるだもんね。ミカ置いときゃいいみたいな感じだったもんね、確か。私こういうスタイルのが好きなんか。初手のマロは分からん、なんか、うん、先生に本当なんか謝りたいの。あのクソガキとボットだろ多分。あの野郎俺の言うことをって、なんかおかしなことばっかしやがってって。いやもうごめんって本当に。打ちたいんだけどいけんってやつ。まあ水だであれか。全員水だったらもう全然変えるんだったらもうあれだわ。うん、まあこれさっきあれ問題読まずにあれだろう、並びから見てあのソーマッチかなんかのやつだと思ってあれだろう、アズ押したんだろう。いやどっちにしろこれあれだもん。あの2発3発は3発はきつい。2発落としたいんだけど、ただ向こうもかかるんだよな実は。地味だけど、あ、なんか押し直すの忘れとったね。これいいわ、こんなもん。
blah 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 the actress goes. There are crowds of people waiting to see her. Wherever, the place, whoever, the reason. しまった、これ押し直すの忘れとった。こっち先に、私先に行かんかった。パレンケ使うでしょ、どっちみち。ゼネコンもあれだな、停滞ゾーンだろうな。Wherever.本当はここ平たくせずに私もポコーンって落ちてズレを狙った方がいいんだけどね、今のでも本当はね。まあどっちかだな、パレンケはまああれだわ、ゼネコンはちょっとあれだ、ウーマンぐらいだったらこんだけ生き残っとると多分落とせると思うけど、パレンケはちょっとあれ、あ、パレンケでゼネコンはちょっとあれだろうな、いいダメは出すと思う。うん。あ、落とせたね。これがもう出しちゃうもんな、向こうな。蘇生入っちゃうか。これだな。あ、どっちにしろパレンケは蘇生入れていいか。1万3000これ出しちゃうな。火変えたいか。火変えるな。多分後ろは積んどるんかな。どういう事情だろう。あ、そう、積んどるだろうね。生き残ってあれ火に変える分ちょっと出されるね、多分きつい、これはあかん、うん、あ、1、あ、そんなもんならもう一発は、まあ、無理だな、あんだけ生き残っとるとな、これ蘇生使えんのな、ちょっとしたるわ、うん、77かかってもあの火力あるでいけるでしょ、お金はバリズキ悪かったね。で、これ蘇生入っちゃうで、まあいいや、守っとくわ。守っとく、守っとく。うん、向こう落とせんだろう、多分、うん。何このお互い。どっちもいいよ。いや、かばってあげようと思ったんだけど、違うんだろうな。引き継いでほしいっていうのも思っとんだろうな。私はかばってあげようかなと思ったんだわそういう狙いだったんだけど、こうね、アスカですら多分私ら出んだろうな、私とシャボテンは。ほんで、あー、ハンコだね、ハンコだね、そったらハンコだな、これ最後か、全バレ入れてくんだな、そっち行っと、じゃあ私らで行くか、ハンコだな、キューバイスか、それはやめて、砕きに来たな、あー、なんとかなんとかだけど、カップでもあれだったな。カット77、2人でもあれだったんだな。ハンコそんなないよな。安倍さん、得意属性だもんね。勝て、ハンコが。これカットじゃなくていくつなのカウント ?5 じゃないの、これカウントいくつなの ?5 じゃないの ?5 は長い。まあ、そうだな。今日もうすごい停滞しとるもんな。で、な。ありがとうございました。あれっていくつカウント ?4 ぐらいだったら。6ぐらいかなと思ったけど。4とか3ぐらいかな。ありがとうございました。ありがとうございました。もうじゃんじゃん行こう。じゃんじゃん。これ何だった？どういうのだった？
どういうのだった？これの私なんかやりにくいんだわ。落とした方がなんか、なんかな、なんかな、こう。2000いくつかなかなかあったか、今のって。違ったか、あれ。これ私さ、こっちにしとくわ。あ、そうか、水だでそんなもんか。風だであれか、半分ぐらいになるか。あっち飛ぶでいいかなと思ったんだわ、あっちのなんだ、琵琶湖の方へ。あ、下げても無理だよな、あれは。これも砕くのあれだもんな。どっちに行くしかないけどさ、行くしかないけど無理だな。2つあるでな。あれだけだったらいいんだけど、ガリスが呼ぶんだわ。初手に関しては私の理論、絶対マロ落とした方がいい。体力低いやつ残した方が楽。おうおう、残しすぎたな、あれよな。これなんだった後ろ。あ、あれだ。あの、なんだろう。マロでやっていくとさ、その残数が揃っていくのがあかんっていうの。3-2、3-2ぐらいとかで、4-2とかになんか極端にドボって開きにくいっていうの。どっち落とすか読めんすかね。2人で落とすのか、あの、脳タゲで無視してくるのかが、それがやりにくい。優しい落とせんけどな、これ。どう考えたって。だから、こういう構成でも本当は、初手を変えた方が、絶対思っとる、なんか。そう。あっち使った方が本当に相性悪い。それあれだな、先押しするとあのやられるでな。どっちにしろあの抜くた、あの火力がないでか、根本的に全員が。カップ水入っとるし。2つ買うとは思わなかったけど。パレンケ先に使えばかばえるなと思った。ちょっと生存補正の分あれか。引かれる可能性もあるか。ギリだね。なんとかギリだったのな。それ押しちゃダメだよ。そうしちゃうもんな。うまいよ。もういいわ、落ちちゃったらいいわ。これで、あとあれか、まだ見つかったらしつこく入ってくるんだな。ここ行くしかないじゃん、もうな。ダメージがパレンケしか入らんねんな。パレンケ多分いけるだろ、カズカット入ってないで。あー、182がなんとか届いたけど、ここで風すべ。これがちょっと待って、これだとあれか。
いやでもあれだな、私入らんでな、私がダメージ入らんでか。こんだけ残っとったパレンケ倒せんかなと思ったけど、今ほんでここだろう。これはもうあれだな、後ろからあの蘇生が出てこんかったらもうあれだろうな、うん。I'm wondering if my boss will blah 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 several days off. Take me too long. Make me too long. Allow me to take. Allow me to make. あっちのが合わんな、所定がな。落ちるか落ちんかじゃないけど。ありがとうございましたということで。水葛藤、風葛藤、不毛戦いだね。ありがとうございました。48、もうちょいバラバラ。マロにしとるんだけどな、頑張れたんだよな。これコストが余ったらゼネコン入れた。いや、2枠の名前覚えてない顔ほんとあれだ、ずっと借りやと思ったの。見とるもん名前覚えてないだろう、うん。まあ、ちょっと待ってよ。まだ今日初だもん。どれでもいいんだけどさ。どれでもいい。どれ言ったって違う。Most university students today blah 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 and studying abroad. Seem to interest. Seem to be interested. Seem to be interested. Seem to have interested. Maro は本当は作業しなんだよな、これ。Seem to be interested. じゃないとこれ多分1個残すよ。ギリだったら、いやあれギリだぞ。ここまで行きたいけど。そう、本当にマロのことこの展開になるもんで、うん、だからあの落とした方が多分楽。あとからベアゴとかの1000とか2000とかあの辺り追いかければ絶対楽。うん、All reports must be sent to blah 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 the end of this week. Until in five on. 本当にカニだと思ってたもん。カバウだと思ってたもん。そりゃ怒るわな。悪いと思ったわ。使い慣れてないっていうのは言い訳にさせていて、そこは。うん、それは言い訳にさせていて。In the factory, the entire production process, blah blah blah, and log for quality monitoring purposes. Documented. Is documented. Has documented. Has documented.うん、まあここはもうあれだ、先に押そうか後に押そうかどっちにしろ座れるで、うん、ただそこそこはダメージ入るんじゃないかなと思っとる。そんなことないね、半分だね、半分だね。私が言ったるわ。あでも水入らんか、どっちにしろ行くしかないでな。あれでどんなものになるだろう、水カット入っちゃうけどさ、4000向こうのがよっぽろ出すが、よっぽろ出すじゃん。あれ白虎だったな、そういえば。ほんで1個まあ残ってしゃあないでってやつが、これ後ろなんだった。やっぱほんとそうだよな。行楽だけマシンじゃない、押してかんよ。これ仕切り直した方がいいよ。
多分というか絶対ちょっと待って手が痛い手がしびれてきたちょっと待ってパレンケやめた方が多分いい。あの後ろな何だろう火力的にはこれはファンでいいですよね。こっち捉えたら多分あれだろうな。水が残るでな。うん。この階段でも全部あれ掃除するでね。どう考えたって。え、入ってない今の。もう一人下げなかったな。Zeeland Resort, which has several open air hot springs along the river, provides a blah 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 change for visitors. Refreshment, refresh, refreshing, refresh. Refreshing. 85だもんな。2万か。9倍の人までよ。あれっていくつだった ?2000 いくつぐらいの、いや、4回超えかなんかさ。やめましょう。暗くはな。53分。もうちょっとあれだぞ。シャカシャカやってかんとな。あと何があるの？よしよし。待て。頑張って。ちょっとシャカ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 と。あと2回ぐらい。あー、カニはやめとけや。カニはいいわ。ここら辺やったよね。これやったよね。これやったか？こんな風でいこうか。カニやったもんな。カニやれたもんな。私的にはこっちの方、サメさんの方がやりやすい。はっきり言って。でもそれやるとさ、結局落とす構成なんて2幕のあの新しい名前覚えてない？うん。新ヒルが使えんもんでさ。風炭とかのがあれかな？水風だ、あ、でもあれだな。ヒッタが1200で相手5人おって5回攻撃の6000とかと差がないぐらいで、進化パレとかあのあたり多分落としていけるんじゃないか。私こっち行ったろ。行ったろって偉そうだな。これ下げるのはダメだよ。すごい横着いな。そこまで誘導したらなあかんのか。Payment will be in blah 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 to the work done, not to the time spent doing it. Practice, promotion, preparation, proportion. Promotion. Proportion. Proportion. 先に押さなかったのわざとってわけじゃないよ。これはいい。いいけど、ここら辺って問題あれやでね。重ね取るうちに後ろの何カバー積んどるんだったら、落としちゃって出した方が得っていうのがあるよね。だってこれ次出すとも裸になって、あのあれだもんね。あいつに抜かれるもんね。ポンチョに、ああ、ポンチョにもう抜かれるわ、多分。The cruise ship is blah 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 with the latest communication technology. Outfitted, dedicated, gathered, included. Outfitted. もうあれだね。ノータゲを誘導してかなかんね。絶対押すもんな、多分。これでも1個じゃあれなんだよな。わさびじゃ多分な、火になっても。
わさびだひでちょっとあれだな、私あの判断できんかった。カット入って5。足りたね、十分足りたね。水入っとるでこっち行ったるわ。ただ行ったってもあれ、ああそうか、だったらもうそっち行ったるわ。私が行ったるわ。そうしたらノータゲが飛ぶだろう多分。どんだけこれ誘導しなかんの。あと1000ぐらいだよ。私が行った方が良かったな向こうや。 あれならまだいいわ、あっちが落ちとるで。難しいとこだなここな。そう、そう思った後から使うのかどうのか。まあ、これ打ったらなあかんだけどな、打ったらなあかんけど打てるんかな、ペチッと。本当はあの1番落としたいんだけどな、それをタゲしてくれてるのは酷だよな。創生が2人おるで、もうあっちがもう一回対象になるでな。そう、3は入ったね。これは遅延に助けられたね。59、あと1個しかできんぞ。これ後ろなんなの。わさび入れとるから多分安く作っとるからあれか。55なんた次。わさびってコストいくつだった。何があれだったかな。ありがとうございます。いやー、あと1回いけるかな。59。後ろなんだったかなと思って。ありがとうございました。ありがとうございました。待て、頑張った。ありがとうございました。59か。あ、1時になっちゃった。入れるかな。あ、これダメだ、多分。いけるんかな、どう思う、すやってなる思うわ。多分無理だと思う。ダメだな。6人ぐらいだったら、てか多分もう入れんのじゃないこれって。おそらくカチャカチャカチャってやってるうちにもうあのなんか適当に入ってけばよかったね多分。ダメだね。そうだね、やめとこうか、組み直す。誰か入ってこんかな。あれ入ってきた。もうダメか。出る、待ってみる。あと5分ぐらい待ってみる。ダメだよな多分。多分2周目の方で見るともうこれ多分入れんに、今エントリーできません。まあ終わろっか、知らないで勘弁してるわってこと。本当かでね。ということでこんな感じでしたということで、34、23、まあな、微妙だな。これはあのやらんでいいと思う。最後にしようかなと思ったやるんだったら、まあ、上から行きましょうってことなんですけどさ、本当先生に悪いことしたわマジで。ちょっと待って名前似てねえ顔。目特徴あるもんね。ほんとさ、二枠におったらおかしいよな、カバウが。いや、マロの後ろで確か言い訳したので。いや、思った。
管理だよなと思って使わん方があれだよな倒せんくてあれだもんな、あんた偉い目こいとるから、それで怒るわな、怒っとるだろうな、あのバカったれ本当にあのクソ野郎みたいな。先生の活動時間私なんとなく思っとるんですよ、 このぐらいの時月曜日よく会うんですよって思っとる、うん、ごめんね本当に本当にあのここを通してということで、ちょっと待ってごめん、なんていう感じでいいかわからん、うん、ごめんごめん、あの読み方がわからんごめん、うん、そういうこと、うん、こうやって見ると、まあ、言い訳しそうだ、こうやって見るとあれだけど、こういうふうに並ぶと、じゃあこっちだ、 CR の方だ、 CR と並べたらあかんか、あ、でも見とる方向が違うか。見つめ合ってはないか。アッコちゃんとクレコちゃんじゃないか。まあいいわということで。で、よくないよ。まあ上から行こうということは、そういうことは。多分こんな感じの方がなんかいいと思う。別に田島とかで落とされてもいいんですよ。ニューは。うん、落とされるのが目的だで。うん、そう。そっちのが目的。三枠でも、あ、でも一番参戦ぐらいか。あれをなんて言うだろう、3枠の田島とかゾーンにゴボッと出しちゃうとあれだけど、ニューが落ちた後の2枠の残りゾーンぐらいで1万3000円ぐらいだったら十分な耐久じゃないけど、これさっきのあれじゃないけど、コスト20で1万3000円は高いよね。あの、あいつ、木こりが28か。で、似たような数値だもんね。あの、属性は違うけど。もちろんこれ、補正なかったらそんなあれだよね。当然、そんなカット率高いわけじゃないから、っていう数字になるけど、火力だって2500あれば十分だよな。わさびとかに比べれば十分、あの、2500あってあれだもんね。あの、ガッサに近いぐらいだもんね。2500か。そうか、そうだね。2600ぐらいか。うん。まあだから当たり前だけど、コスト対耐久値が高いもんだよね。だからこんな使い方でも実はいいかなって。落ちた方がいい。うん。全員何、全滅崩壊させるぐらいじゃなくて、パレンケとかなんかとかを折って、こそった後からじゃないけど、あの、先カバオにして、私が落ちて、パレンケがちょびっと削られるぐらいで、何番スキルみたいに言われるぐらいの方が都合はいい。そうすると味方残せますが。で、その後ろで、あの、また次のカバオじゃないけど、出していって、モズルのとこはちょっと綺麗に落ちにくいんだよね。うん、耐える可能性とかの方が高い。引き継ぎたいってわけじゃないから、まああれかな、残せやいいかな。残すとその次のとこ残数揃っちゃうのがさ、自分だけボコッと刺したいんだよね。理想はね、わがままだけど。の方が都合がいい。っていうの方がな、あれなんだろうね、対戦の。水風ってほんとそういうとこありません？ガリストとかなんかパレンケとかかばってて、結局ソース入れて全体かけるか、逆バージョン全体かけてバーさんとかでソースで支えるかっていうのがある程度の筋じゃないけどさ、昔からずーっと昔からあるやり方ですわこれって。それがやりやすいですが、2色だもんで、その全体がかけやすいもんで、 4に行ってソースやるし、今なんかあのガッサとかで3でソースがあるから、イカが出た頃か3ソース出てガッサ出てんであれか、2色ソースある。ヨネクラピオがおったか。ヨネクラピオが火おるか。でも火は水風でやりにくいか。田島とかそんなんぐらいか。なかなか狙っては難しいところだったか。まあ、イカが一番あれか。やりやすかったか。さ、ガリソの後ろみたいな。ピグベンガリソとか。結構古い頃。そんな感じ。うん、じゃないけど、実はこっちの、なんて言うんだろう。3をちょっと弱めの火力じゃないけど、耐久ぐらいの方が、木こりとかあんな感じの方が逆に。水の方が特攻食らわんでいいよね。あの風の方がほとんど特攻食らうで。さあ、コスト28がちょっと入れにくいで。4は、なんだろう。ゴスとかゴボッと入れたって、かばえる確率が低いというか、だから継続の方がいいかなって。どれかで。うん。まあ、モズルでも、あの、あれでも使える。あそこの、なんだ、ベギンの姉ちゃんじゃないけど、いますが。ベギンワンワンが。あれか。あのあたりだね。それか、あの、もうちょいコスト安くなるけど、なんとあれ。バンクロ。だったか？うん。なあたり。ただ、風の方が遅延くらい安いから水使った方が安パイかなって。うん。あっちの方が落ちやすいよね。
あれ見るとみんな、だからさっきも何番って言ってましたが、私かばった方が残した方があれかな、少し残した方があれかなって言ったけど、蘇生あるので何番って言ってましたが、使う、要は後ろにコーラか何かおるんだね、お前絶対使うもんな、この野郎みたいな。継続さん、あの2も3もねえ、あ、3も4もねえんだで、2なんだで。うん。こんなのが都合良かった、はっきり言って。で、これを組むとなると、あの20が欲しいんですよね。後ろ4をバンクロの20いくつかなんかにすると12のあれバンクロ腐ってたコスト25だったか25にすると12のあと2あるから171だから12の2の14か34だとあれなんですよねコスト30だからこれだとあのあれ使ってくるよねバンクロにして木こり使っていくとかなしバージョンでいくとちょっと待ってよ補正なしバージョンって言ったってお前あのあれ使ってるわこんな感じただカニシャンの CR 強力バージョンの方は意外とあのいいというか残せるこれぐらいのコストだったらあの想像より仕事できる体型弱くて大したことないかなといやそんなことなかった、うん、こんな風だね、うん、既存のゆるでいくとうん、ただバンクロよりやっぱあれだろうな。水の方がいいかなと。程よく落ちれるであれかな。うん。既存でいくのはこんな感じじゃないかなって。こういう風にした方が多分、うん。都合がいいかなって。先生はあれだもんね。砂漠に落としていく構成だったもんね。挟んでいかずに。耐久があれだな。うまーく荷を落としたところ出してけばいいけど、木こりの、そうだな、水だと木こりでやってないでわからん。どうだろう。既存で組むならこんな感じかなというところで、まあこんな風で、うん。耐えちゃわない方がいいかなと思っとる、山岳のところは。難しいよな、その相手の火力なんか調整できんもんな。うん、その後並ぶでね、って思っとる、うん。横並びになっちゃうから。かなというところ。これもね、うん、まあ、風攻めじゃないけど、うん。変わってく、蘇生でもあれかな、イカでもあれかな、コスト20で一緒だけど、みたいな。うん。これやっぱ似とるよね。目あれだよね、特徴あるよね。似てますよね。あんた絵心ないで描けんでしょ、うん、描けん。もファンアートの絵とかでもあれは本当思うよね。他のゲームとかってどんな感じか知らんけど、英語物語の界隈でこの手のあれって何あれこれ、モアいっぱいあるんじゃないこれ。何これあ、2個あるというか。なんでこれ2個であれ ?2 個でなんでこれなんで2個でこれあれなのこれしたのんなんでこんなもん、ちょっと待った。ちょっと待った。ちょっと待った。なんでこんなもんこれ、鍵つけたのうんモアイ。これ。なんでこの鍵つけたんだ、まあいいわ何言おうとしたそのファンアートの絵か、うん、思う絵でわかるよねいや、誰ってわかるうちはそういうことで描いてる人は一緒だよなと思ってうん、特徴あるのだからお前、絵心、うん、思う見て俺も描けるかなと思うから描いたら無理だよ絶対無理ドラえもん描けんもんドラえもんって難しいぞ、うんだけどじゃないけど、英語も、他のゲームは分からんすけど、英語物語界隈のって、その、絵心じゃないけど、ファンアートなんかでもそうだけど、毎月あるのもそうだし、ついで流れるのもそうだけど、レベル高くね?あれって世に知れてない、なんかああいうハッシュタグじゃないけど、打ってないとかでも、何、たまになんか、何、どういう経緯か分からんけど、リツイートとかなんかあるんじゃないけどさ、見たりするときあるけどさ、全然知らない人とかあったりするけどさ、あれっていう、結構お宝じゃないけどさ、どうしたの前急に絵褒め出して。いや、本当思っとるよ。うん。世に出てないっていうかさ、のが結構あるよなと思って、もったいないよなと思って。うん。王様の耳やロバの耳じゃないけど、なんか喋りたくなるもんね。いや、思う、本当に。そうだよな、毎月、うん ?5 とか10とかそんだけ素材になるのもいるもんね。で、同じ
絵ば同じ人ばっかだと絵のなんていう特徴あれだから幅を出すわけじゃないけど、いろんなとこあれだよな。そうだよな、これゆるの数でいうと1000いくつ、 1000？ どんだけあんのこれって。第一形態とか含めたら1000今何800ぐらいとかあるの。月にでも10とかそんな増えていくんだったら年で100とか。どうした急に。いやいや本当に思って、うん、いやだから要はあのメガネ取るから間違えたっていうことをあの言い訳しとるだけということで、こんな感じで、うん、いやどうだろう、ガリソリは出したく、実はニューの方がいいかなと思うと、あの軽くポコッとして次をポンポンポンって軽くなんか出していけた方が、ゼネコンとかだからなんか変に停滞させん方が実はかなって、やってみて思った。こういうのをやって思った。うん。これそうだな、火力があれだな。これ使うときに限ってあれなんだよね。なんか、まあ、味方の頼みになるけどね、火力は完全に。そう。どうしても4枠の方でなんかあの、風で、あんた全然火力でやってないよね。だって、リスでやってても落ちんもん。あの、パーセンアップじゃないとあの無理だね、今日。あの、あいつは、ポスモンがおるで。あなた名前出てこん、あの漢字読めんやつ、パーセンタケやつ、あんた使わんで倉庫に入れとるか。あのよくあのコーラ砕いてくのに使ってましたが、途中でもあの 800% のやつ名前出てこんのか、本当にあんた使わんであれだろう、あれ引き継ぎ何かと。今日よう見たよ、同じ人じゃないんだって。てか、あそこら辺でもうあれなんだろうな、継続にでもあの売ってくるとか、それか、あれだね、餃子の肉は合うか。あの辺りだね。ハンコもそうだね。砕きに来とるね。あの、リアコもそうだね。うん、まあ、そんな感じなんだけど、っていうことで、まあそういうのはやってないよね。いや、なんか落とせる気がしんもん。継続3欲しいよな、あれ。3あったら、立場有利かなと思う。2が、本当に、なんだろう。回復率高い蘇生とかでチャラにされちゃうっていうのがさ、 3ターンあったらかっけねえと思うんだよね。3ターンだから難しいけどね。ただ最後全体的にあの壁張っていくみたいな感じにすると、自分の方に集中させた方が守れる率じゃないけど、まあもちろんそんなにあのハンコとかじゃないけど、パーセンアップ系で砕かれるのはあるよ。ビャコとか当然ね、あの名前があれだろう、わからんだろう、漢字が読めんだろう、うん、うん、そう、途中で出てた主力、うん、ので、あの、砕かれるのもあるけど、こっちの方がちょっと難しいかなと思う。うん、通りやすいんだけどね、スキル的には完全に。味方があとどうかっていうのが、そこら辺があれだね、運任せになっちゃうところが、うん、私には向いてないかなっていうところ。こんな風。うん、これが、まあ、なんだろう。補正ユル使っていっちゃうけど、うん、一番あれかなって。使わんだったらさっきのあのバンクロのやつ。で、木こり使っていくやつ。うん。案外木こりでもっても、落ちちゃった方が。水と、火特攻、あれ、風特攻は効かんすわ。米倉五郎ちゃんは。なんだ、230% とかあれ、3.3 かなんかか。そんなもんか。うん、あの手が効かんから。狼丸に当倍になるのは嫌だけどね。狼丸率結構高いもんな、今日田島じゃなくて。コスト安いのはあるだな、若干。体力面もあるだろうね。蘇生に引っかかりたくないとかそういうあれでもないだろうな。あ、でも風蘇生もおるであるか。ニューとかのもなんか実はあれかなって。2枠水揃っちゃうとちょっと悲しい瞬間になるけど。めっちゃ疲弊多いわけじゃないから。うん。選ぶっていうならなんかこんなんかなって、一番。うん。もうこれもなんか、これでもあの初手変えた方がいい。完全に。うん。で、初手変えると結局2枠もあれなんですよ。ニューとかになっちゃうんですよ。コスト一緒ですが。あ、23、1であれか。ただ使いたいってやつ。似とるよな。いや、こっちじゃないな。うん。見つめ合ってはないけど。うん。でもさ、これ、どうもうちょいなんかいいシーン出せたらだったけど、1200でだったけど、とりあえず5000のとこで、計算しないけど、進化パレットとかいけんか？乱数なんかな？ 5000 いくつどう？
上振れってな、どんなもんだった？あんたダメけ、ほんとあれだね、適当だね。噛んだもんね、計算できんもんな。でもほんと生存補正なしでずれた時のみかんと何作家さん、いや読めんでだろう、感じが。いや、あの音読みか訓読みか分からんだろう。まあそんなこと言うなということでさ、でも5000円のそうだな、4割は2万だもんな。やりやすいよ、連撃は。プチプチソフィアみたいな、ミニミニソフィア、ヒッタにでも近いよね。ヒッタあれか、全体5人打で5になるか、1250ぐらいだったでしょあれ。連撃の方がなんかやりやすさはあるかなって、まとめて打てるとこあるで。あのあれだよね、ゆるがるやつでもそうだよね、あれあれでも全体から1回4回で少ないはあるけど、あっちの方がやりやすさはあるよね。地味だけど、でもほんと風たまるじゃないかな、低コス100とか前後ぐらいとか。逆に100もっと 重くなるじゃないけど、50とか後半ぐらいとか言ってたけど、なんか穴埋め的に使ってくので悪くはないかなって。福引きだで補正入らんで、ヒッターみたいにってことはないけど、ヒッターみたいな感じでこれ補正入ったら結構あれじゃない。3200はでも地味にめんどくさいと思うよ。これぐらいの体力は、あの横着にあのなんじゃ、あのなんじゃじゃないけど、なんだあれ出てこんが、今顔でできとる、コーラじゃない、なんとあいつ名前出てこんが、あの水変するやつ、ちょっと見た目が卑猥なやつ、あんまり変なこと言ったな、名前出てこん、ヒルズじゃない、なんだった、まあいいわ。そのあたりとかで、これは3200ってだってユキちゃんで核取れんでしょ、多分怪しいでしょ。考えると、あれじゃないかな。まだヒッタでもそうか。今日なんか使うのあれかなって。短縮は先生使ったね。あの、モンポス助けてもらったよ。来るな、来るなと見とったけど。来るなって。モンポスあれだもんな。それ3枚いくつあるもんで、ね、耐えた後にもう一回打てたらあれだもんね。カウント4で。今こんな風にしたけど。最後、よう引き継ぎは何でもいいかなって。別にだって水引き継いでモンポス水入っとるし、風で倒すだってこれ、リスでも角取れんもん。リスコックスでも。補正入ってないモンポスだったら、あの水の分でなんとかなるけど、赤馬今日入っとるで。3万中はあきついわ、水があっても。2継続単2だもん、そこで終わっちゃうから。だからまあ、なんか引き継ぎはいいかなって、今日の耐久だったら。あ、でも赤いのあれ砕いていくのはダメだよ。ただ水より風引き継いだら悪いだよね。最後、なんか引き継ぎの砕くのは、なんでも風、大体風、あ、でもあれか。今日イベホであれか。あれがおるか。アグ、なんだ？アグスティンさんだったか？目凝らして今見とんでしょ。左の方のバナーを。だったら全速度であれだけど。まあこんな感じで引き継いでって、なんかだでもでもそうすると2枠割れなんですよ。結局2になるから使えんもんでしゃあないでってことないけど、相性はなんか良くない。初手耐えるか耐えんかよう分からないやつ置いて2枠も、ねえっていうことガリソが1勝ったらな、逆にこれなとこで60使うのどうかなと思う。4は動くよ。マロ入れてなんかカバーとか適当に折っても、あの4のあれは動く。そこそこ動く。どっちにしろ2枠でそんな綺麗に行くってわけじゃないもんね。ごちゃごちゃするから。早くはならんもんな、どうしても初手のマロが俺で。サメ使っとく人ってそんなあれだもんな、まれだもんね。サメ持っとる人でも、あの、マロ使った方が得って思っとるから、マロ使うわな、そう思う。私もサメ使ってくれればマロ使った方がいいと思う。自分が耐えて甘い構築を作りたいんじゃなくて、味方を一発耐えさせるから、後ろの方のあの、遅延とか含めたところを無力化できるっていうのが、遅延構成っていうのを無力化させるだけでも、メリットはあるかなって、逆にね、って思っとる。ちょっと相性的にはね、私はなんか向いてない。これ多分ダメなやつだと思う、言ったけど。200の耐久値がまあ完全でかすぎるもん、あのストップさせちゃうもん。
初手とっとと落としてさ、うん、であれだとあのマロ残してもあの特攻が効かんもんで、うん、水じゃないから。で今日はあんなピサ君いないもん。田島でも倒せんもん、うん、プラスアルファ何かじゃないとかんで、ガリストとかだとまあ当倍になるでいいけど、ニューだとそんでもニューでもそんでもこれ2発3発いるだろう多分。2発で足らん。だって2枠でまともにあんな味方2とか3とか残してて、でこれ落としたらまた後ろからその状況の中で自分たちが火力何出せるやつね出てこん中で、だってこっち例えば2枠の状況で味方何仮に使っとる方が2体か3体残しますが、自分だけ落ちたとして、で相手が1とか2とか3とかじゃないけど、まあ4とか落ちたにしても、田島とかあそこら辺全部ゴボッと出てこないとダメだもんね。だって3枠のあのカニさんたちあれでパレン距離一応耐久高いんだよ。一発3000ぐらい、一発分ぐらいか、2000、3000ぐらいか、うん、そんだけでもでかいもんね。でそこで落とした後になったらあの風操作されてもあれだ、ワイヤーだもんね、うん、ダメなやつだと思う多分、うん、これがでも本当そうだよね。既存の色に対してのコスト50で1万6000円は2枠換算では明らかに高いよね。2色あるからただ付ける隙がまだあるっていうところあるけど、だって同じじゃないけど売っていくとしたらあれだもんね、足長使ってかんなあかんけど、コスト差が明らかに違うもんね。300とか400使っていいようなレギュラーだったらいいけど、まあ400も使えるのあれだもんな。そんな色おらんけど、うん、85とか入れなかんね、そ組める人が多分少ないだろうな、だろうな。50で考えると2枠換算でいっていいね、単純換算でいけばいいねが高いブルーじゃないの。1万はないけどそれに近いところって、ガリスはあれだもんね、色カバーだから突出した耐久値になっちゃうけど、風オンリーだからそれ以外は無力化ってことないけど通るもんね、うん、純粋にオルマイティに高いで立ち悪いと思うよ。吸血がそうだね、比較対象になるね。吸血が補正あるうちは水か対比じゃないけど純粋に火で1万かで対水で2万ぐらいか。カニはあれだもんね、何色ならがオールマイティで一応1万6000だもんね。ただ火風だもんで水であれか当倍になったり、火だと有利取れて逆に風だと不利になるってことか。その代わり2色あるか特攻は効きやすいってとか、吸血があれだもんね、火特攻だと2枠の火特攻だあれだもんね、水しかないかんだね。ピサ君とかあそこら辺で売ってかなかもんね。多分あれだもんな、ピサ君だと、振り属性だとあかんもんね。キルはじゃあれだもんな、色あれだし、あの、風特攻は効かんし、火特攻だとあれか、そうだな、火特攻、あれか、福引きとかな、そこら辺で売ってかな、そんなコストのものに使ってかなかったもんね。倒すために。っていう話になるよね。安く倒せるないけど、重いので倒さなあかんだったら、結局吸血使った方がいいって話になるね。仮でもそうだよね。これがコスト50で補正あっても、20とか30で割と倒しやすいっていう状況だったらいいけど、それがすごい困難。だって2枠なんかこれ、いいねとか、ガリスとかレギによるけど、他のカバーが何らかのいますが。秘密だったら吸血じゃないけど、あの、あいつ、CR スズメだったらいないわけじゃないし、ニューだっておるわけだから、そこら辺の壁を抜けていかなあかんこと考えると不利ではないよね。うん、どう考えたって多分オールマイティの1万6000は絶対やりやすいとか、あのちょっとチートなにこれは、うん、っていうところはあれなんだろうね、あの当たり前のことなんだけど有利になるっていうところ、コスト対耐久値があれだ、あの補正の分の 1.5 倍はでかいってところだな。これは封印しとる。逆になんか、使ってく人がおるならね、結構溢れるんだったら、まあ、やってもあれかなと思うけど、そんな少ない中で、そんなことしんでもあれだもんな。このまあ、新色使うっていうコンセプトあるにしても、ちょっとな、短縮とかそういうのとか、まだそうなんて言うんだろう。勝ちに貢献しにくいようなやつ使っとった方がまだあれだろうな。いや、そうだな。やっぱ、どうしても、あの、ゲームの性質しゃあないよね。そう、耐久高めた方が勝ちやすいっていうのがあったし、ゲームバランスとして、やっぱ、あの、耐久値も高いもんね。
継続火力の本当に4から後ろ 3カウント、あのヘビとかヤットのあたり3カウントあっても別にいいかなと思う。それぐらいでもだってカバー方が有利だもんね。やっぱりコーラとか引き継ぎはほぼ無力化じゃないけど、ビアコでそれは打てるって言ったけど、それはスキルターンがしっかり合うわけじゃないもんね。で継続が長いわけじゃないもんね。その間に倒せんかったり 100% 蘇生されたらもうあれだもんね。2カウントじゃ終わっちゃうから、ビアコの3ぐらいかせいぜい。でもあれ何スキルターン4だから、あれ4枠で安定発動させるのセルフ蘇生かなんかやらんとあかんじゃん。なかなか難しいじゃん。そこまでするんだったらかばってた方が勝ちには貢献できるよねっていう話になっちゃうもんね。単純なアベレージだけ求めていくってなったら、まあでも遊び要素じゃないけどね、火力のが好きっていう人だっておるわけだからさ、別にあれで私防御が好きでやってるってあれじゃないけど、うん、倒せんもん。倒そうといつも作るんだよ。やってみるよ。いやでも計算した段階で分かるじゃんもう。で継続ターン2が何なんですか、やっぱりあれが、あれがいかんのが、うん、3ターン欲しいよな、そこかな。だからゆるがりのアガシだったか、あの連撃はでかいよね。継続ターンあるから 3がでかいと思う、素直に。まあ、ビッセルの3ターンって破格だよね、結構。4枠で動けて。ただその代わり狙われやすくなるね、風がね、遅延がね、イハトにね、っていうとこかな。じゃないけど、まあ話は全然別のとこで来ましたけど、うん、やってないけど多分やりすぎだろうなとは思っとる。うん、こんなんでも別に。うん、案外全体やっても飛ばしていったら悪いかなと思う。あとの、本当は最後あんまりなのに 100% 以外で蘇生させたくないんだよね。今日モンポスがおるから。あれ生き残ってなり回復率高いのに蘇生させるんだったらスキル使えや、そこでもう一段もうほぼ耐えですか、どう考えたって。ねえ。だって最後に5数が蘇生させて使えるってことは、単純計算として。で、相手別にそんなもうそこらに連撃切れとるもんね。幽霊だけ倒せるわけじゃないもん、それ体力高いから。まあ、だけどこれ多分 1,2,3 並べるだけでもアカウントポン取る。あと適当でもなんかアスカ京子とかでもなんとでもなるんじゃないかなって、うん、やってないですけどね、想像でね、うん、こんなにしとった最初なんか、うん、まあ、コストぴったりだし、まあ、モンポスは使えるのは使った方が得だろうなと思う。読んで動かしても面白いかなと思う、カバーを入れずに。マラ使っとんだったらあえて、で最後回復率高い蘇生入れる30ぐらいのやつで大波さんとかあの辺りに入れていくっていうのも手かなと思ってる。うん。だから3とかあれだね。ちょっと防御系じゃないけど、カバーじゃなくて、うん。間延びさせるようなやつかなって。そうすると2枠が使えんもんで、作家さんって言っとくわ。感じよくね。うん。弱いとは思わん。コストの割にはっていうあれかな、話として。50と比較とかなくて、単純に23っていう数値で見たら、うん。連撃の方がやりやすい。ヒッタと、そうだね。案外こっちの方がなんかと思っとる。うん。全体は確かにそうだな。打っていくのはあるけど。結局単体の火力が弱いわけだから、何かとやって、まあそうだな。いつもはそうだもんな。うん。かな。短縮、そうだね。短縮もやればよかったね。うん。まあまた今度じゃないけど。癖が強いってや、癖が強いやつが多い。見た目の一番のとこで、いや、ネネさんだろうね、多分。ネネ様って言った方がいいか。あ、話出すね。福引券、そういえば、どんなものだったかな。7000弱、多分。で、4000ぐらい使って、ネネ様だけ出んかったんかな。ちょっと消費者金融貸しとこうかなと思った。福やべえな、1個ぐらい出んとあれだな。その後、ポコポコって出てくれたらよかったけど。あれが一番目玉だよね。とりあえずのところ。ちょっと待って、デッキ終わってからに行くか。うん。っていうか、カニとモンポスと、あんなマロ入れたら、はっきり弱いわけない。ダダクサになってても。うん。これ、例えば1、3、5を固定にしますが、残り23と20ですが、まあ、適当になんか入れときはなんとかなると思う。うん。20だったら別にあれじゃないの、なんかウサポワじゃないけど、あれの3形態とか入れても、なんとかなるんじゃないなんか。そう。20であったら別にあれ入れていいよね。あいつ、
引き継いでもいいよね、水カットとか、うん、アスカにすると8にして12浮くから2枠が35使えるか、200で35ちょっと中途半端だな、40いくつ行けあれだけど、うん、もうちょい調整してっても、どうしても2枠作家さん使いたいというか試したいというか遊びたいというところなもので、こんな風になったけど、リスで打っててもあれかなとは、うん、動くでね、パレンキュール殺耐久値高いでな、マロはでもやっぱ何だかせで使ったら有利だと思う。そして自分が耐えるじゃなくて味方を残せるだけでも、うん、かぶせるだけでもそれだけでも全然違うと思う、やっぱり、うん、人数が少なくなればなるほど、うん、かな。どうしてもやっぱあれだよな、初手倒せんくて倒される方が不利取っちゃうっていうのもあるんだけど、さっきじゃないけどさ、実はこういう構成で初手何エトナじゃないわ、アテナとかそれからイタチとかの方が私いいかなと思ってる。落としてってかばいつついった方が私はね、私がやりにくいから、ね、なんか、うん、変な残数宗教みたいなとこあるからね。どこまで行った、ここら辺まで行ったか、こでこれか、うん、まあこれ適当だよね、これ別にこんなんでも、うん、ほじくられた時にガレス出しとった方がなんかあれかなって、うん、嫌がらせじゃないけど、カバーカバー行った方が、うん、ただこれでもやっぱりリス動く普通に、うん、モンポスガルでできればちょっと避けたいかなってとこあるけどね、うん、まあでもこれでもあれだよね、自分がほじくられてって先に落ちていくっていう展開だってあるから、うん、かな、向いてないけどね、私は本当に初手のあの耐えるやつは向いてない、マロのやつは本当に、実はマロ使った方が多分良くなかったと思う、今回さえも前半でも、うん、マロ使う方がなんかこけとる、下手なのっていうことかな、こういうのの方がやりやすい、うん、ただ今日は七夕かけて全体かけて継続ターン2で飛ぶかって言われるとあれだね、結局モンポスやるのにやっぱ2ターンいるし、蘇生絡んだらもう1ターン必要になるから、起きた後結局スキル使えたらそこがあれだもんね、無効化されるもんね、倒せんわけだから、その次のターンになっちゃうから、うん、最終枠入れるのがなかったもん、別に全体で飛ぶとは思わなかった、はっきり言って2人気とかも思ったけど、遅延がちょこちょこおったりで、うん、先生に人気使ったもんね、まあ、でも入れるのはそうなるよね、これ。全体、今日だと全体より多分2人の方がいいと思う。これ17だけど6あるから23入るんですよね。最初に遅延食らったんでアンパイでしたのかな、これを。うん、まあ、ガリスとパレン系だけじゃそんなにはなんか有利は取りにくいかなっていうところあるね。これちょっと味方の運次第じゃないけど。単体で済ますより継続カバーをしてて最後、モンポスで拾いに行った方が多分いいと思う。蘇生かまして全体というより4人っていうのもあるわね、もちろん、うん、そこはもう人数少なくなればなるほどやっぱあれだな、全体の比率じゃないけど火力がどうしても減っちゃうわけだから、うん、モンポスはあれだもんね、横に飛んだって全体が何、例えば相手が10人おろうが20人全体飛ぼうが結局モンポスには一発しか飛ばんわけだから、じゃないと全撃かパーセントアップじゃ倒せんわね、まんまんとかあの手じゃないと、うん、まんまんかけた方がまだあれかな、あの手のやつ置いてあった方が最後に、実は。だったら握って話になるもんね。うん。かなって思ってる。モンポソルで蘇生させたらどうかなって、うまくタイミング合わんな。1と2で本当にこれが落ちるか落ちんかで、これだったら本当に何、サメさん使って落としていった方がいい。そうするとゼネコンとかも狂ってくるんだよな。そう、コスト的なところで。うん。ちょっと最後運次第のとこあるかな。うん。だったら21あるんだったらあと6あって27か。引き継ぎカバーとかを、で、なっちゃうんですよ。3枠の、あいつ、ゼネコンのコスト減らして、安くして。うん。がっつり買う方がいいと思う。多分ここ、停滞させん方が。並んじゃうから。って思った、うん、まあこれも似たようなやつということで、うん、まあ補正ゆるなしでどんな感じかなって言ったらサメ使っとで一緒やん、うん、
落としてたかなんか私合うかな、うん、そうこんな感じ、こんな感じのがあるかな、遅延食らったりはしたけど、うん、既存ユールで埋めていくならこんなんかなって難しいけどな、うん、キャベツはでもまあさ、これ継続3なら有効なんだよね、うん、そこはもう、うん、ただこの手やっぱ展開読みにくい、じわ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 で、まあモンポス出てくるの分かってるから、そこのとこうまーく耐久じゃないけど取らせて、スキル使わせん、だって77だったら実質あれだもんね、モンポス使わせるようなもんだもんね、相手が風だけだったら、水がおったら別だけど、うん、だったらそこで1個モンポス保存できるっていうのもあるもんね、っていうとこができるかどうかだよね、水がいなければ、もう確率は高いけどね。七夕行くんだったら、これ8だよって思ったんですよ。アスカでって思ったけど、それが入らんだよね、コスト的に。2を木こりにするとか、初手をもうちょい安くするとか。この場合あれだね、マロカ入れたら合わんだろうな、このコンセプトとは。かな。これやってないな、組んだだけかな。これやってないわ。これもか、やってない。最後はこんなあまりにも弱いだろうな、と思って。これやってないな。最後結局蘇生率高いので行った方がいいかなって。多分動くだろうね、これだったら。うん、200ガルソでもまあいいかなと思うけど。これもやってないんじゃないかな、多分。似てないやつだな。うん、ということで、あれ今、入れんかった？入れん？もう入れんわな。福引きなんですけど、3000、じゃあ、7000弱でいったか。いや、倉庫に入れたもんですよ。すぐ買わんと思って。こんな感じかな。これが本当に4000ぐらい前でんかったかな。4000枚ぐらい使ってでんくって。ほんとマジで消費者金融かなっていう。うっそーみたいな。二周目のもなんかあっさり出やがったらね、お前のよこせみたいな。うん、これがね、もうまあ一番目玉じゃないの。風じゃなかったらあれだな、モスル使った方がいい話だな。かけ目、あの、確率じゃなくてかけ目高いじゃん。85で80で違うし。風の時しか完全使えんだよね。うん、それ以外は使うメリットないよね。風って単だよね。うん、まあ溢れるだろうね、これ。どんな感じになるかな、ただ遅延するしかないよな。耐久値的に言うと3万半ばとかでめっちゃ高いわけじゃないよね。同じ60だから、あれだな、海うさか。あれと選択肢ない。浜木ともそうだな。そこら辺の選択肢になるよな。うん。だから、疲弊で逃げるとか、遅延も含めて、ってなるよね。その動きが多分出てくるんじゃないかな。傾向が強くなっちゃうんじゃないかなと思っとる。うん。逆に火が折るとこうやって砕いてくるんだと3枠とかに折るか使っていくとかっていう株が上がる可能性は高いよね。例えばなんだろう、イナフ折るかヤットとかコストが許すとかだったらこの手がこういうのが出何増えるんだったらもう砕いていくってやつ、うん、2倍あって折るかかけただけのヤット連撃だったら23の46とか出せるわけだから破壊はできるね。あ、属性が不利だでかんか。秘密の、火風の水風だであれか。まあ、そんでもまああれだよね。破壊ラインだから。ただその後ろだね、問題。これ引き継いだ後に。そこまでガス欠になるっていう可能性があるから。そこら辺の攻防は、ただこっちの方に部が上がるんじゃねえかなと思ってるけど。うん。まあ、考えるとこだとそうだよね。2枠をコスト足りるんだったら風太郎とか入れて後ろ何まあ定番じゃないけどポディ入れてで引き継いでポディどうせか皆さん考えるとそうだね。ポディ引き継いでから火に変えるしかないよね。で裏書いてノリを使うっていう手もあるよね。ノリをねねってもあるよね。疲弊対策でこれでもあれか56のノリ技4倍か2万ちょっとクレコでなんとか砕けるラインか。そう考えるとああ、そうだね。じゃあ、その後ろがおるんだね。これはもうかませんんだよね。60使った。うん。ここでカバーエアラッキー。もう落ちたいよね。
落ちたよね。味方残せやラッキーだよね。うん。で、後ろ別にあれだね。これ80パー引きずり読んだから、ゴッホとかのあたりでもコスト的にきつい人か、なんとかなるんじゃない。そうだな。安く行くならゴッホで、読んで重く。あ、でも別にモンポスとかいうの使ってもあれか。引きずり取るからいいか。うまくいければ。使っていく最悪パターンがあれか。そこら辺スクヨミとか。それでも、80で単体で 50% の掛け目が低いで、コスト許してくるとあれか、幅木とかになるか。継続は2だれな。遅延、ほんとあれだろうな。増えるんじゃないだ。遅延、疲変増えるんじゃない。水は、水でもそうか。その後ろあれだろうね。まあ、俺が一番目玉商品というか、もう対戦的にしょうがないよね、どうしても。耐久要素ある方が、その、勝ちやすいというか、アベレージに繋がるとこあるから、じゃないかなと思ってる。で、他はまあ、普通になんか、これがなんかよく出たんかな。どう差別化していけばいいんだよね、これ。体力のが高いタイプだから、うん、これでもさ、歌舞伎でも、体力低いわけじゃないですか。全属性だもんね。だから、どん属性でも、4000ぐらいでとりあえず倒していけるってことないけど、これ、6000だとあれだもんね。タウロスとかでもこれ2発いるでしょ。そこの強みがあるな。4900、こんな5でやるか。5の5、2万5000。インパクトは見た目的にあれだよね。ちょっとでも、あ、そうか、これいいか。右、貫突の数字だといいか。今、5突の数字じゃないもんね、これ。あの図鑑で見とるで。そうだな、火力的には歌舞伎の方が当然っていうのはあるけど、どうあれだろうな、体力がある分か。なんかあれだな、難しいな、これ。リーダースキル難しいな、なんかな。地味だけど、これ、ゆるがりとか入れてもあれかなと思ったけど、水とかの構成で、3の2。短縮であれか、火力タイプのがなんかあれかなと思うんだけど、水でもほんと優遇されてるね。こんであれなんだな、4があれ、これでもあれなのかな。改めて引いてみて思ったんですけど、ああいうなんだろう、サンタとか、なんだろう、なんだあいつ、マハーラ、4の日円、あのあたりの対策じゃないけど、で、早めのカウント出したってことなのかな。3の2そうだし、蘇生もおるよね。名前出てこんがや。イルカさんじゃない。なんだったあれ。レイカさん。イルカってどこの女違うって、そんな歌じゃないって。とかのあれかな。そういう遅延対策とかじゃないけど。別にこれ、あれか。短縮使っていく人だったら、4枠じゃなくて5枠、5枠だったらもう意味ないか。これゆるがりどうかなと思ったけど、これ。今回のゆるがりそんなあれだもんね。めっちゃなんか、なんだろう。難しいっていうか、稼げんわけじゃないか。適当にやっててもなんかなんとかなるかなって。うん。蘇生なしでもなんか雑にやっとっても、うん。普通に枯れるかなってとかだから、使っていける要素あるんじゃねえかなと思っとる。どっちがあれなんだろう。うん。その目線で思った。対戦よりなんかゆるがり目線で思った、完全に。対戦でもそうだろうな、これ。体力なんだな、どうしてもこの手のタイプは。火力じゃないんだな、短縮は。短縮の方がほんとして弱いよな。遅延の方が強いよな。この手だと火力の方がやりやすいけどね。うん。みかんはやりやすいよね、バランスタイプだから。火力ないよりあった方がやりやすいよな。落ちた方がいいもんね、この手のやつは。どっちかだと。居残っとるより。まあ、居残るなら居残ってもいいけど。うん。地味ななんか活躍はするんじゃねえかなみたいに。私この手のほとんど使ってかんからさ。うん、だったらもう何、前の方から耐久じゃないけど、絡めて遅延から逃げるか、最悪セルフ蘇生か、なんか別路線を探すね、どうしても。短縮でっていうのはあんまりいかんかな、私。うん、だからそこに入れちゃったんだけど。こんなあたりね、先生使ったのはね、これ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 。うん、ありじゃない。4カウントはあれだ、もう一発打てるもんね。
エヴァンジェとか再起動とか水田であれば最後再起動、蘇生は再起動させてあれだけど耐久系はあれだよね、モンボスとか多分今日愛してよかったよ、うん、先生のほんとそうだったよ、うん、あもう狙い通りだよなと思って見とった、ちょうどいい感じにモンポそるとこへポコッと一個、うん、15だで捨て的にでも火力地味にあるよね、37で十分じゃないこれなら、この手の私やりやすいと思う、短縮だったら、うん、あの体力少なめで火力の方が、うん、耐えるどうこうじゃないもんねこれは、遅延がまああれかこれで、ね、水だけど風で折って風でも別にあれか、これだとあれだもんね、あの優子とか短縮できるってことだもんね、うん、最終の方の遅延とかでも地味な活躍はできるんじゃねえかな、だとなかなか狙って使っていくのは難しい、ここら辺ぐらいじゃないかな、わかんねえよねこれどうしますこれ、疲変か、2800弱いわけではないけど20にしたら難しいな、1800で倒せる相手か、これもやっぱ火力があれだよな、あの体力100とか200とかで火力ボコってあった方がやりやすさはあるよね、それはみんな使うもんな、だったらコスト安く作れるもんな、それはあかんもんな、作らんもんな、そこまで選ぶな、それはそれは難しいのかな、設定的にはロマン砲火力は十分だけどカウント砲がな7回3ターンだもんな、いやもう遅いよな、まあ、安く使えるってなるか18で自分だけだもんな、難しいな、ロマン砲だよな多分かな、まあ対戦的にはどうしてもあれだね、ネネの方に目が行くわな、完全風タンオンリーか、めっちゃ目玉商品っていう今のところはこれがなんか謎感あるよね、なんか使い勝手が見た目パッと見るとなんかいらねえって思っちゃうけどさ、全体これ一個思うのがさ、60代ちょっとあれか、あの少なくとかをさ、あのなんだろう、風太郎引き継いでやってったりしますよ、要は川魚体力があるから372663でしょう、少なくもそんな感じですが68だったか、あれであれちょっと火力弱めですが3900でしょ、これ4900の5だから火力的に3爆のこれで十分ですが、5000の5 25000、もうだってアスパランでパレンゲとかあたり崩壊ラインだもんね、ただ全速だってカット食らうってなんかもね、ポジに座れるっていう運命はあるけど後押しになるか、これだとポリ砕いちゃうことなんだな、うん、そこのなんだろう、引き継いでなんだろう、かばってって火力いくみたいな少なく的使い方、60だからちょっとあれか、コスト重いで差別化は難しいっていうのぐらいしか思い浮かばんけどな、なんか使い方的には下げてまで使うってことないもんね、後ろで今そんな悲嘆とかみたいになんだろう、あれ昔みたいにエンパを4枠とかっていうあれではないもんな、まあ3枠であれだよな、セルフ蘇生ができるようになったらだよな、うん、で初手のアマテとか増えて耐える可能性も出てきたらね、まあでもやっぱこれだろうね、で最後に全然関係、あなんかお知らせ来てる、ハロウィン協力ツール見てみましょうか、せっかくだね、ブラウザいいかな、ドン。どんなあれになっとんだろう。よかったね、ブラウザ。怖かったけど。上の方のなるか、これがやる気上限の 20%。結構抑えた方。一面でもあれだから、妹が出るんだ。で、二面に逃げてるわ。これ何、こんな、なんでこんなボーナス良くなったの、え、なんでこんなバラ開くの、こんでもあれじゃ破格じゃない、バランスはどうなんだろうこれって、スダクが強いとかってあるのかな、これ
地味だけどこれいいんじゃないの、魅惑は。三枠にフォックス置くんだ。おー、これ CR ないな、ここは。あ、そういう、あ、わかった。あ、こういう風なんだ。 CR が 4階なんだ。めっちゃ高いね。30か30で開けると50。あ、だからこれはもうボロボロ落ちて、これだと、あ、だからね、あ、そうか。だからネギあれか。はぁはぁはぁ、落ちるで、これ落ちるで、これでもう取ってってことか。2%はそうだな。これならネギ落ちるで別に周回するあれじゃないんだろうね。これなら、あ、で最終なの？あ、上はないんだ。え、上これないの？明日やらなあかんってやつか。あ、でもその代わり足長あるんか。一番足長は多分欲しいんじゃないこれって。おそらく使ってみたいっていう、強いとかその弱いとかどうのこうより火力的に遊んでみたいっていう要素多分あるんじゃないかな。んで下40抑えたね。40でも高い？1変わらん。あ、2に休憩するんで30か。下やれ集まるってやつなんだ。あ、その代わりネギがあるか。まあでも これの1個ネギぐらいだったらあれか。これ吸血があれか。8つで ZR になって。で、ここフォックス。3変わらん。4で吸血。吸血高いね、ドロー。5だって。あ、落とさんのだ。あー、そういうこと、これ。なるほどね。あー、そうしたんだ。悶絶は落とさんのだ、だから。まあでもこれ、吸血、あ、その代わり吸血5回か。どっちがいいんだろう、これ瞬時に計算できんな。ちょっと待って、上の4階ってどうなっとる？あ、一緒か。吸血と並び一緒で CR どれが違うだけか。下ソロは無理だよな、これ。別にこれあれで上がるわけじゃないもんな。その代わりでもあれか、これ吸血役とあれいるよね。ダーウィンいるから上げていくのいるか、ダーウィンやってるか。その分は、そうか。だったら何これ、下やるとあれだもんね。あれがアイランドだ。吸血はその代わり楽勝で集まってくってやつだな。こんな形にしていくんかな。あー、まあそこのあれか。悶絶はドロップさせずに作れってことか。ってことはダーウィンは8つはいるってことか。最低ラインとしては。あー、考えたね。めっちゃひどいってわけではないけど、日曜日でもだ、まあだからやる気変えってことかな。そういうこと。日曜日のあれはあの、ダーウィンを集めろってことか。8ついるよな。吸血がこれどんだけいるの？吸血が、でもこれ逆にこれの方が折り周回を求められるんじゃない？吸血だって8ついるんでしょう。あ、でもクッキーであれ一応いくよ。5万ぐらいといけるよ。そんなの使わんか。吸血8つ、吸血64とかいるの？でもこれドロップつけて 5% 多分早いね。うん、結構集まってくよ。あの、邪魔臭くなるぐらい集まってくわ。下やった方が得なのかな、これ。どっちなんだろう。吸血もある。でも上はあれだもんな、これだけでいかなあかんで。これそうだな。でも 50% なんかボコボコ集まるから、その代わりネギあるから上やった方が実はあれなんじゃないの？めんどくさいけど。ネギが2の3で5だったら、なんかそこそこ落ちると思う、多分。その代わりこれあれか、ネギが。吸血がこれでも ZR にするのに1個いるってことは、8ついるやつが64とかいるってことか。あ、64ぐらいドロップさせなかったのか。ドロップさせたらほとんど全部使わなかったことだね。多分。割と多分周回数求められるな、これ実は。私とかぐらい、一度レベルを多分、ぐらいいるんじゃない？最近やっとるぐらいの。
で、やる気無制限あるならしただけどネギが落ちんっていうとこあるか、その代わりダーウィンがいるから、でもダーウィンはあれなんですよ、日曜日半日ぐらいやると多分ダーウィン8つ分ぐらいは溜まるネギが、あれぐらいだったらあのクッキーあげてなくてもいける、いけた、うん、感覚として。うん、それは対戦の時に私結構あの対戦サボってやっとる最近、どんなんかなと思って、その分は別にあるだろうけど、これでも裏を返すと別に裏のなしでも、要は悶絶なしでもってその回収回数求められる時間か、やる気無制限がいるってことか、どうしても無制限もしくは7日のやつかがいるってことか。めちゃめちゃひどい条件じゃないね、賛否両論はもちろん出ると思うけど、やる気はもう勝ってってことなんだなっていうことなんだよな、うん、それぐらいは勝ってってことなんだな。上だけであれだな、悶絶一体貫突はきついぞな、これラッキーパンチでドロップしててもなんなくなるから、そうっすか、どうしようかなこれ。上で行っても多分あの集まると思う、ドロアップなしでもこんなもんあれだろ、20%なんかでボコボコあのアホみたいに押していくわ、うん、上やっても多分得かもしれんこれ実は、うん、ソロであのつけずに多分楽だと思う。ただこれ敵があれだな、火力弱いと調整が難しいだろうな、吸血つけんでもいいやこんなもん、うん、の方が多分あれじゃないかな、早く集めるんだったら下のがあれだな、その代わりネギがないから別にいるってことだな、ダーウィンがいるってことだな、ダーウィン分はどっかで稼がなあかんけど、下でもつけて 5% だったらまあ早いだな、 5% でもそうだな、その分いるわな、8そうだね、8いるから64いるから結構あれか、あどっちが早いんだろう、計算してみれば分かるけど、まあやってみましょうという感じでございますということで、それで一体最後に、これ、出たたの順位9買っちゃったんですけどさ、どんなもんかなってやってみたんですけどさ、英検級とそんなに差がないと思う。単体の名刺とかさ、ちょっとアプリの行きますけど、喋らせてよ。一通りはやってみた。この診断テストの方でとりあえずやってみて、ここら辺の自動式形容詞いろいろありますが、やっぱ熟語だよね、きついのが。うん。で全部大体やって、で、これ間違えた問題出るんですよ。がこんなぐらいかな、復習リストに入ってるやつが間違えた問題。これずーっと今日やっとった。うん。自分の荒探しじゃないけど。これが地味に便利かなと思っとる。そうすると、ここの間違えた問題が溜まっていくから、それをメインに、ただ間違えた問題ばっか復習するのめっちゃ辛いけどね。正答率が良くないから、全部、どれだったかな、どれだったかなって考えてくださいか。ただ、訓練にはなる。うん。英検1級と、あれ、そんなになんか準1級って差があると思わんかった。デザザのも多分なんか網羅性高いと思う。うん。熟語はやっぱそうだよね。語源の由来知らんと本当になんだろう。調べるの面白いけど、もう想像できんっていうか、そういう意味なのってね。日本でもそうですが、猿も、なんだ木から落ちるとか、馬の耳に念仏とか、ああいうのって、他の国の人って分かんないですが、何言っとんのね、何馬の耳に念仏って。英語物語の中でもありますが、馬のあの背中高くやつかなんかで、ね、無駄なことじゃないけど、ああいうのの由来が分からんとね、うん、面白いんですけど、私はあの手の調べるの好きなんですけどね、うん、地味に、うん、コツコツでないけどさ、性格向いてないね、そういうことはあれなの、うん。かな、俺やってみたけど、あそんな、なんか1級、順位、1級、3が差があると思うわ。品詞問題のこの手のなんだろう、これ、各分野ではやってないですけどさ、これ要は診断テストやると全部入ってるんですよ。多動詞から右下の方に行くの、副詞まで、熟語とか含めて、が、なんだろう、バラ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 でできて、ある程度いいアルゴリズムで出てくれるかなと、間違えたのだとちょっとそっちの方優先的に出してくれたのか。うん、やっぱ熟語だよね。二語並ぶやつか、単語が。イディオムと言われるようなやつじゃないけど。
形容詞、自動詞、他動詞、ポラニャツラ、名詞とかの含めたところは、一級の方が多分難しいかなと思う。うん。これ準一級なんだっていう問題は結構あったかな。逆に、え、こんなんだっていうのもあったかな。だから比率的に言うとやっぱ一級のあれかな。ただ熟語はその差がないと思う。えぐいのはえぐいこっちあっても。私は。私のレベルにとってね。うん。かな。網羅性でも高いと思う。ABC とかの。パスタンってあるんですよ。これ避難とかしたりするわけじゃないよ。中開いちゃうとあんまりだけど、これパスタン、それだったかな。みかんとかね、そのあたりに入ってる。パスタンって変わったんじゃないかな。英単語パスの中にも入っとるかな、これ。だからここにありますが、英検1級のデルジュンパスタンって。これ ABC の中にあるやつと一緒なんですよ。単体のアプリで買うか、その ABC の中のアプリでやるか。別、そしてみかんの中にも確かあったかな。みかんの中にあったと思ったんだけど。パスタンあったかな。ちょ、ごめん、うろ覚え。英単語パスの中には入ってたかな。うん。なんだけど、そっちよりは網羅性は高いかなって。別に受けて点数どうのこうという、なんかマニアック要素があって、どういうのが入っとんかなって、なんか、興味本位の知りたいところ。道場破りの感じ。うん。そんな感じ。ただこの、これ本当に英語物語にこういうの欲しいかなって、間違えた問題だけ、くくりにしてさ、なんかこういうカテゴリー分けして、それだけ解ける機能っていうの。これ思った、本当に。ただそれが言いたかっただけ。それ以上でもそれ以下でもないということで。うん、協力どうでしょうね。話を戻して最後に。ね、まあ、ここで終わりましょうか。ね、なかなかあれじゃないです。木曜日から。集まるは集まるけど、まあダーウィンいるから日曜集会も、どっちにしろダーウィンはいるわな。ただ上やった方がネギあるで、は実は上の方が有利かなと思う、なんかこれ。うん、どうしようかね。下で行くか上で行くか、なんかあれだね。下ソロとかできんかな。下はネギが入らんでな。うん。どっちがあれなんだろう。なんかソロでこれやりながら、なんかデジタタンとかあそこら辺を埋めていきたいって思っとる。うん。協力割と本当なんか本当になんて言うんだろう。一人で黙々と向き合う勉強習慣みたいな。切断もないしね。まあちょっと嫌み言った。そんなとこかな、なんか、うん。難しいとこだな。めっちゃひどい条件ではないと思うけど、まあ上の方、あれも、あとから、まああれかな、下、逆に上の方がいいんかなと思うけど。ね。そんなとこかな。ほんで、協力行って次対戦？月末石川の方行くってとこ？看板はでも協力的にされた、ただやる気がいるわな。そこだよな。あ、でスキルカウント別にあれだよね。あ、それ最後に。これ要は何？最近のアップデートのとこでさ、このショップもここにあるの私っていうのも思ったのもあって、あんま大きい声ではないよ。2週目の方でなんかアップデートした時、いつぞやか、今回とかじゃなくて、で、これあんま新方があれかなと思ってずっとしてなかったです。だからその比較ができてない。スキルカウントはまああれじゃないですか。ちょっとなんか強調しすぎ感あるよね。ビコンビコンビコンって出てくるとこはあるけど。まあでもそれは試作じゃないけど、プロトタイプじゃないけど、あれだろうね。多分、見切り発車で出してユーザーの声で言って、そこからあれだろうね。フィードバックして、ね、改良していくっていう多分風にしたんだろうね。もう出しちゃったんだろうな。多分ね、そっちもあれだと思う。いいと思う。うん。偉そうだね、お前。うん、そんなことないけど。これでバンバン遅延できるね。うん、まあ、そんな感じかな。協力そうだね。まあ、やってみんととこだな。確率は計算しちゃわかるであれだけど。まあ、上のがなんかあれかなと思うんだけど。ネギをケチるんだったら。早く集めるとはしたけどな、ダーウィンやるんだったら。うん、ごめんなさい。ZR 作るのなんか CR なんか集めたくねえもんな。CR ネギなんか使うの、まあ、別に、あれだけどな。日曜日やりやるだけど。日曜日やりだね。これが半日、ネギの日になるね。まあ、どっちみち対戦の時、私、朝やっとるわ、なんか。うん。すぐ行かん、なんか、対戦行かずに。うん。まあ、そんな感じかな。そんな感じで、まあ、終わりましょうか、ということね。うん。あとはいいか。そんなとこだね。まあ、
穏やかにこんな感じで終わりましょうでございますということで、はい、ということでそんな感じ終わり。